消費喚起のため名古屋市が発行するプレミアム付き商品券は先月まで応募を受け付け当選者への連絡のハガキが届いていますが CBC テレビの取材では名古屋市内に住む女性が応募したのに対し当選ハガキが届いたものの実家宛てに旧姓で別の当選ハガキが届いていました女性は旧姓での応募はしておらず書かれていた電話番号も全く知らない番号だったということです プレミアム付き商品券は紙チケット版と電子マネー版がありますが今回は電子マネー版だったということです。